ものを映し出す鏡のような感じもするし、とても身近な出来事に思えてしまうけど、実はとても遠かったりする。なんだか変だな、テレビの世界は。ご機嫌いかがですか？ゆさみ森です。ゆさみ森、この頃はもう日本の中を飛び回っていまして、小さいコンサートをしたりとか、テレビに出たりとかラジオに出たりとか、いろいろとやっていたわけです。なのでゆっくりこうテレビを見るなんていうこともあんまりしてないんですけどね。だから世の中の動きにもちょっとこう疎くなってしまっているようで心配なんですけれども、今日はそうなんです、テレビについてお話ししながら進めていきたいと思います。身近なようでいて、実はなかなか遠かったりすることは当たり前のように映し出すテレビですけれどもね、皆さんはどんな風に感じていらっしゃいますでしょうか？今日は最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。私が生まれた頃はもう家に白黒テレビがあって、でそのもうちょっと私が生まれるもうちょっと前の人に聞くと、なんと観音開きの戸がテレビにはついていたらしいんですよね。なんかすごい立派なものとしてね、大切に扱われていたらしいんですけど、なので年上の人とお話ししたりしてね、テレビの話になるとすごく盛り上がったりするんですけどね。このラジオを聞いてくれている皆さんの時はどうだったでしょうか？ちっちゃい頃まだ白黒でした？もうカラーだったかもしれないですね。小さい頃テレビを見るのなんか大好きで、やっぱり仮面ライダーとか秘密のアッコちゃんとかしっかり見ておりまして、日曜日の朝っていうのはテレビを見るのがすごく楽しみだったんですけど、最近のお子さんたちはどんな感じなんでしょうかね。今日の1曲目はザ・バラッド・ピーター・パンプキンヘッド XTC ですが、ねえ、ピーター、かぼちゃ頭のピーターの歌なんですけど、XTC 特有のロックです。では、どうぞ。
XTC の最新アルバムノンサンチからザ・バラード・ピーター・パンプキン・ヘッドを聴いていただきました。なんかね、ここだけの話ですけど、秋に来日かっていう噂もあるんですよね。 XTC ライブをもうだいぶ前からやってないらしいんですけれどもね。どんななんでしょうか。楽しみにしておるんですけれどもね。テレビといえば、私が近々じゃないこの頃、必ず見てるのは NHK の織田信長なんですけど、なんか歴史がここ 2,3 年ですごく好きになって、雑誌も時々読んだり、歴史の歴史街道って皆さんご存知ですか。あの最初はね、すごく薄くて、なんか地味なところに、本屋さんに行っても地味なところにしか置いてなかったんですけど、最近はすごく厚さも厚くなってですね、こうバーンと輝かしいところに置いてあるんですよ。でそういうものも見たりなんかして、最初はそう、坂本龍馬さん先生がとてももう好きになってしまって、小説を読んでからね、京都のお墓にもなんかお正月の旅に行ってしまうんですけど、とても素敵だなと思って気になってて、それで最近は織田信長をテレビでやるっていうことで、また山岡宗八さんの書いてらっしゃる小説を読んでるんですけどね、テレビと同時進行ぐらいの速さで本を読んでいくと、なかなかこれが面白いんですよ。割とね、テレビの内容と小説の内容と違ってるところがあって、だから、イメージがその分自由に広がっていくからいいんではないでしょうか。皆さんももしよかったらやってみてください。ということで、次は私の曲に行きたい。
今日はテレビをテーマにお話を進めています。テレビといえば、私も時々出たりするんですよね。なんか未だに慣れませんけど、テレビの世界って、ラジオ局はね、やっぱり音楽を流す場所っていう感じがすごくあるんですけど、テレビ局っていうのはもういろんな方がいらっしゃいますからね。俳優さん、役者さん、お笑いの方とかすれ違ったりして、でミュージシャンもいっぱいいますけど、なんか音楽番組もすごく減ってしまったし、たまにしか行かないから、なんかね、緊張しちゃうんですよね。それで、なんかその空気に飲まれそうになるのを必死でこらえながら歌って帰ってくるっていう感じで帰ってくるともうほーっていう感じなんですけど、そういえばこの間スカンチのローリーさんにお会いしたんですけど、すごくね、素敵な人でしたね。もうすごい、金髪の超ロングのクリクリの王子様みたいな感じの髪型をされているし、ね、派手なお洋服を着て、で、ロッカーっていうか、なんか、ガーンっていう感じですけど、すごく真面目な、とても目の綺麗な人だったので、なんかハッとしてしまいまして、お話もとても楽しかったんですよね。次はバグルスで、懐かしい曲です。 The Age of Plastic というアルバムから、ラジオスターの悲劇。Thank you.
バグルスでラジオスターの悲劇を聞いていただきました。森の声さんからのおはがきです。三森さんご機嫌いかがですか。ロンドピッコロ本当にご機嫌にさせてくれました。カタツムリだと思ったらキリンなんだやの家が住みたくなってしまうくらい気に入りました。出会いと別れの時の三森さんや我もこの時の髪を切った三森さんを見ているとこっちまで元気が出てしまいます。また三森さんにしか作れないものをたくさん作ってくださいねというおはがきです。どうもありがとうございます。勇気が出ます。そうですよね、テレビって言えばもう近頃はビデオっていうのがすぐこうつながってきますが、もう私は3本も作っちゃったんですね、ビデオを。最初は森の中のコンサート、2本目は1曲ずつ撮って、やっぱり森とか湖のそばとか山で撮って、で間に短編の映画のようなものを入れてね、お話を作って、で今回はロンドピッコロ。これは本当に私にとってはとても大きなものになったなと思ってます。みんなで作って本当にみんなで作ったっていう感じです。で本当に作りましたっていうことなんですけどね。どうもありがとう。じゃあ次はサイズでホース。
タイツでウォーズを聞いていただきました。佐藤美智子さんからのおはがきです。三森さん、ちょっと遅くなりましたが、ロンドピッコロの感想を書きます。修学旅行のコース、沖縄にすればよかった。まずそう思ってしまいましたよ。私はいくつかコースがあるんですね。特にあの割れ目光の三森さんがこっちに向かって走ってくるところで、沖縄というと総天然色のイメージがありますが、出会いや別れのようにモノクロというのもすごく面白いですね。不思議な踊りで街を行進する三森さんとダンサーの皆さんを見て、ムーミンに出てくるニョロニョロを思い出してしまったのは私くらいでしょう。でも皆さんとてもユーモラスで、あたかもムーミン谷からやってきたかのようで。でもこのビデオの中で一番ワッときたのはスミレで、三森さんが浮いた瞬間ですね。それではこの辺で、次のビデオも楽しみにしています。しかし某雑誌の読者プレゼントの洗濯板って美味しすぎますね、っていうおはがきです。どうもありがとうございます。洗濯板、そうですね、この間お話ししたガールポップのあれですね、プレゼントですね、サイン入りの。あれはね、でもなかなかあれで洗濯すると気分いいんじゃないでしょうかね。井戸のところでね、あのやってて本当に、あーなんかいいなー、こうやってこう下町で洗濯して干して、ちょっとラムネなどを飲んで、なんて本当にこうあのやりたいなーって思ってしまいましたが、ロンドピッコロの感想はね、いっぱいいただいておりまして、本当に皆さんどうもありがとうございます。あのダンサーのみんながニョロニョロに似てるっていうのは、実は密かに私も思っていたんですよ。これがそれで、あの中に出ているあのキミエちゃんという、あの前にも EG に出てもらった、ショートの髪の女の子ですけれども、彼女がね、なんかムーミンに出てくるあのちっちゃい男の子なのかな、名前が分かんないんですけど、あの本に載ってる子にそっくりだったんで、あームーミンだとかって思ってつながってしまったんですが、沖縄っていう場所は本当にあのもっともっと探検したくなっちゃう、行くともっともっと 見たくなってしまう場所で、本当にあのいろんな謎やあのものが起こっていて、それを、もっとじっくり見たいなってすごく思ってしまいましたよ。次はビートニクスでちょっと辛いんだ。触ってみたい君の黒い糸。
パニー風のプラス。知り合いの人でテレビの、 捨ててあるのを見つけるとどうも気になって全部拾ってきてしまうっていう男の人がいて、その人の部屋にはテレビがたくさんあって20代とか30代とかあるらしいんですけど、直してなんか全部つけてるらしいんですけどね。そう、電気製品っていうのはなんかなんとなくこう新しいものがすぐこう出てきちゃうし、いいものというかね、最新型っていうのがどうもこう人の興味をそそられるようになっているので、割と簡単に買い替えてしまっちゃったりしがちですけど、やっぱり物は大事にしたいななんて思ったりします。そうですね、次はエルビス・コステラのディスタウンという曲を選んでみました。なんかとってもこう、テレビっていうのは、なんとなくこう街のような感じもしないでもなくて、身近な自分の街のようでもあるし、なんか遠くの都会のようでもあるし、外国のようでもあるし、いろんな街がテレビの中に映し出されているなという気がします。エルビス・コステラでディスタウン。
エルビス・コステロでディスタンを聴いていただきました。ひとみ水晶さんからのおはがきです。もうすぐ梅雨入りですね。その後はいよいよ夏本番ですね。少し前のおはがきですね。最近私が凝っている飲み物で夏にぴったりなものを紹介したくてペンを取りました。まず少し濃いめのミントティーを入れてください。で、そのミントティーをよく冷ましてバニラのアイスクリームを浮かべます。これで出来上がり。簡単だけどこれがとても美味しい。友達にこれを話したところ、なんかまずそうと非難されましたが、本当におすすめなので、みもりちゃんリスナーの皆さん、ぜひぜひ試してみてね。ドラえもんの絵が描いてありますけど、どうもありがとうございます。なんか爽やかな感じがいたしますね。すっきりミントティーもなかなか、これはいつ飲んでもこのすっきり爽やかな気分にさせてくれて、私はなんかミントティーを飲むとなんかこう遠いところへ気持ちが行ってしまうんですけど、でそれにアイスクリームが乗ってるっていうのは、なかなかこのそれを呼び戻してくれそうでって、わけのわかんない話になってしまいましたけど、そういえばこの間奈良でね、抹茶プリンっていうのを食べたんですけど、井上大ちゃんとすっごく美味しかったな。今日最後の曲はミモリストさんのリクエストで、ユサミモリグレイズ。
風のプラッツいかがでしたか。お便りをお待ちしております。宛先はお聞きの放送局のみもりカンパニー風のプラッツまで。これからどんどん暑くなっていきますけれども、今のうちからたっぷり栄養をとって体を動かしていい夏にしたいものですね。それでは皆さん、来週までごきげんよう。